する人物は高畑誠一です。高畑誠一という人物はですね、鈴木商店というとね、このマジヤバのコーナーで以前金子直吉っていう人物について触れたと思うんですけど、あの時のこと覚えてるよ、そういえば城山三郎さんがネズミっていう小説書いてるって言ってたよねって、ご記憶の方ありがとうございます。そことど真ん中で真ん中で関係がある人物なんですけどね、明治20年に愛媛県に生まれたこの高畑誠一、神戸高等商業学校、現在の神戸大学ですけど、ここを首席で卒業というとピンときませんか。神戸大、神戸高等商業といえば、そう、海賊と呼ばれた男ね、国岡鉄三のモデルである人物、井出光佐三さんね、井出光石油を一代で築き上げた、あの井出光佐三さんと、全くその同じですよ、出身ね、でそこを卒業後ですね、英語を生かしたり、いろいろね、その技を生かすために三井物産へ、行こうかなと思ってたんですけど、その時たまたま三井物産採用してなくて、で結局その高畑誠一が通ってた学校の、先生が、口を聞いてくれる形で、その大番頭の金子直吉と、親しかったその学校の、恩師がねいたということで、当時は新興勢力の鈴木商店に入社したということなんですね。で明治45年、1912年ですけども、この時に、ロンドン支店の勤務になりまして、でそこで、その国際政治の動きなどにも目を向けつつですね、膨大な情報を収集して、ロンドンといえばもう当時はね、もう飛ぶ鳥落とすというか、もう完全にいわば世界支配の中心みたいな大英帝国の絶頂期ですから、その中心でもって、海戦山戦のそのビジネスマンに対して誤してね、仕事をバリバリやってたと。高畑誠一、なんと当時まだ20代ですよ、25、6歳かな、若いんですね。でそんな最中に、運命の第一次世界大戦が勃発してしまうわけです。ヨーロッパ欧州大戦ね。でこの時に、その金子直吉の指示でですね、大量の食料だったり鋼材、鉄鋼とかね、早い話が軍事物資になるもの、それらの買い付けの指揮を、陣頭指揮を取って、ヨーロッパの列強各国に相手に商売をしていたと。そうなんですね。でね、その時に言われたセリフだったかな、この男は高畑誠一さんですよ、高畑誠一を指して、カイゼルを商売人にしたような人間だ、カイゼルっていうのはドイツの皇帝のことですね、カイゼルが商売人になったようなタイプの人間だと言わしめたぐらい、でね、これは半分は褒め言葉、半分はずる賢いって言うんです。そういうことですか。非常に狡猾だっていうことね。というのはね、ちょっと長くなりますけど、なるべく短くなるように言いますけど、カイゼル、ドイツの皇帝ね、当時ウィルヘルムですけど、この人はね、大変ずる賢い、遠行近行、信療遠謀じゃないけども、ありとあらゆる陰謀をね、張り巡らしまくることでね、非常に有名な人だったんです。日露戦争はドイツが仕組んだっていうね、有名な話があるんですよ。都市伝説よりはかなり信憑性は高いと思いますけどね、これはね、どういう話かというと、1870年にドイツは仏戦争でフランスに大勝します。圧倒的なまでの干渉を収めます、そしてビスマルク最小の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども、実は恐怖感があったんです。いつフランスに復讐されるか、やっぱりかつてナポレオンの、旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだから、その陸軍強国としてのフランスに復讐される恐れがある。でしかもその時フランスはロシアとロフツ同盟という同盟を結んでたんですよ。だからドイツは地理的に東のロシアと西のフランスに挟み撃ちに将来されてしまうんじゃないかっていう、実は恐怖感が潜在的にものすごかった。それを取り除くためにどうしたか、全力でそれを避けるためにロシアの興味をヨーロッパからそらす、なんとしてもせめてフランスがこうね、復讐戦を挑んでくるとしても、ドイツが単体で一対一で向かい合えるように、高校の憂いを断つためにロシアの注意をヨーロッパからアジアに向けさせるため、そこでウィルヘルムが何を唱えたか、いわゆる桜花論、効果論ってやつですよ。黄色い災いの、議論の論と書いて効果論、桜花論。黄色人種が、ありていに言えば日本を指してるんですよ、明治維新に成功し日清戦争に勝った日本がぐい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 勢いを増してきた。このまま野放しにしておいては我々白人のね、ヨーロッパ列強の白人の文明が脅かされてしまうぞ。おい、大丈夫かって。その時に、じゃあ一番近いところにいる、我々ヨーロッパの文明の代表は誰ですか？ロシアさん、あんたでしょ？あんたが行かなきゃどうするの？みたいにしてけしかけたわけ。で、なんだかんだ言ったって、あいつらで、もう野蛮な、まだまだそんなもうひよっこみたいな奴らだから、ちょっと軍事力が強まったからって言って、我々の前では外周一色でしょ。ロシアのツァーリよと、アレクサンドルよと、あなた、ニコライよ、あなた行きなさいよ。あなたがちょっと手を、指一本動かしたら満州も朝鮮も思いのままじゃないのと言って、ひたすらアジアに野望を向けさせるように、いわばけしかけたわけですよ。
自分の手は汚さない。その通りです、その通りです、ね。でもうそのままで、ところがドイツのさらに狡猾なところは、はい、じゃあロシアがそのままアジアに行って、アジアで利権を散々踏んで、ね、もう思うがままにうまい汁を吸う。そしたらロシアがただただ声太るだけだ。ということはそんなことをさせないためにもロシアの頭を叩いておく必要がある、うん、そのために対抗馬として、あ、これが適当なんじゃないかって目つけたのが日本帝国だったんですよ。勃興著しいね。ところが日本一国だけではロシアと対面で直接こう胸を張り合って対決するにはちょっとやっぱり貫禄も役者も不足していると。もちろんありきりで軍事力はね。だからその背景を補う、いわば言葉悪いけどパトロン的な存在としてパートナーが必要だろう。じゃあその役を誰に振るか。ドイツは見回した時に、じゃあこれイギリスに振ろうとしたわけですよ。イギリスに振ってしまえばいいね。だからね、じゃあ日英同盟だけど、ドイツが頼んでイギリスが結んでくれるわけはないし、イギリスの方からね、いわば格上の、まあ、彼らが考えてる格上ですよ、格上のイギリスがの方から日本に、おい俺と組まねえかって言うわけはない、うん、ね。じゃあ日英同盟を結ばざるを得ないように持っていくためにはどうするか。イギリスだって7つの海に日が沈まない、ね、世界帝国なわけですから、アジア太平洋にも権益をいっぱい持ってるわけです、うん、それを確保するためにイギリスは最初同盟を結ぼうとしてたのは実はアメリカだったんですね。だからじゃあこの結果出てくる結論は、ドイツは中米ドイツ大使館の人間スタッフにアメリカとイギリスの間を極力割くように指令を出したんです。その結果イギリスとアメリカの同盟は運算無償して、イギリスが手を結べる相手はアジア太平洋で利権を確保するときに日本帝国しかなくなった。かくして日英同盟は結ばれ、日露開戦となり、ロシアの皇后の憂いを考えることなくドイツはヨーロッパで自分の攻撃を追求することに成功したね。その結果が、はい、あのその果てにあるのが第一次世界大戦なんですよ、ね。でしかもこの時にあの日清戦争の、ね、勝利の後に、はい、両党半島でね、割譲されたはずの両党半島は清国に返せって言って三国干渉してきた。その時の国はどこでしたか。ロシアとフランスとドイツだったでしょ、ね。もううまいとこうまいとこ立ち回って要所要所で上前だけ跳ねていこうとしてたのがカイゼルのドイツ帝国だったんです。日本人はちゃんとそれ忘れてなかった。だから第一次世界大戦の時、日本日独はもうあの敵国同士ですから、要するに西へ同盟の良しも回って連合国側で参戦してるでしょ。ほんでてめえこの野郎っていうのがこの時に、まあすみませんね、あの周りだいぶ回りくどくなりましたが、ね、回り道しましたけども、高畑誠一がもう八面六臂の大活躍してた頃の、うん、そのこのヨーロッパの商戦であったわけですよ。で彼はどんな商売してたかって言ったら、はい、例えば巨大なね、あの商船チャーターするとそうでしょ。そしたらあの売りさばく品満パンパンに入れて持ってきますよね、はい、A 地点から B 地点に、うんうん、でそれまでの人ってね、大体 B 地点で物全部売りさばくしてドッと吐き出しちゃったら手ぶらで帰ってきちゃうんですよ、うん、ね、空にして、はい、でまた A 地点戻って、空船の状態で A 地点戻って、ほんでそこでじゃあまた新しい物資入れて、じゃあ今度、ね、あの B 行こう、また行こうかっていうような、そういうピストンの、それは無駄だろうと、はい、無駄、うん、だから一回もう荷物満載、要するにあの品を満載にして A 地点出て B 地点行って B で売りさばきました。そしたらもう B の時点で次に売るもの全部もう探してきちゃう。例えば C 地点とか G 地点とか、はい、かき集めてきてね、行ってあの行きと同じ満載の状態で今度例えば C に行くとか D に行くとかって売りさばく、ね。でさらにすごいのは E 地点まで行ったところで今度はそのそれまで運んできた船ごと売っちゃうってことやった。とんでもない人でしょ、これね、一船売りというような言い方するらしいんですけど、食料の注文とかなんとか、いわゆる消え物ってあるでしょ、はあ、ありますね、うん、そういうもので全部荷をさばいてしまったら、ね、最終的にその、あの、取ってきた契約の全部片付きましたよって言った時に船開きますよね、うんうん、でその船がたまたまその、鈴木商店で、全部そのさばいて、要するに処分しちゃっていいもんだったら、ね、これいろいろ計算した時、これ使わねえな、この船もういらねえなって。じゃあこの船ごと例えば船会社売っちゃおうとか、例えばそんな感じ。うん、24時間戦いますかって CM がありましたけど、はい、ありましたね、24時間戦いすぎという意味だったんですよ、この人は。すごいですね、売買に行くってことですよ ね、うん、ですからね、まあ、そのさっきのね、カイゼルを商売人にしたような人間だ、ドイツの皇帝のカイゼルが商売人になったような人間だ、抜け目がなさすぎると。ちなみにこのコメントを言った人が当時イギリスの海軍の長官だったチャーチルです、後の首相になる。ね、そんな政治家に言わしめるぐらいの偉い仕事ぶりだったってことですよ。うん、そうですね。うん、まあだからね、そのもちろん詳細も長けてたし、はい、その勘もすごかったんだろうけど、やっぱりね、どっかギャンブラー的な側面も否めないでしょうね。うん、いやいや投機的な、だからただね、ただ投機的とかギャンブラー的な側面ってことは、うん、当然大きく当たれば大きく外すこともあるわけですね。それが、まあ、一番裏目に出てしまったのが昭和2年に始まったその昭和恐慌、これで鈴木商店というのが経営破綻してしまって、まあ、元も子もなくなるという手前で、高畑誠一はでも資源のない日本がね、
互角に渡り合うためにはやっぱり工業と貿易の発展、これ欠かせるわけにはいかんだろうと、日本にも海外諸国にもメリットあるんだからといって、日商というね、まあだから後の日商祝いですよの母体となる日商というのを設立して、不屈の闘志で働き戦い続けたという、ザ・ネバー・ギブ・アップ・マンということですよね。でちなみにですね、まあ要はですけど、その第一次世界大戦中の、ね、頃にゴルフを始めてて、でプレイヤーとしてだけでなくですね、ヘッドカバーを考案したり、ルールブックを初めて日本語に翻訳して日本国内で出版するなどして、日本国内でのね、その文化としてのゴルフの普及にめちゃくちゃ貢献したんです、はい、あ、そうなんですか。なのでね、私はゴルフ一切やりませんけど、ゴルフの世界、ゴルフ好きの人たちの間では日本ゴルフ界の恩人とか、あるいは日本ゴルフ界の父なんていうような言われ方もしてるのが、この隠れた高畑誠一の、そういった一面もあるんですね。あるんですね、そうなんですね。ということでね、はい、ご興味を持っていただくにはゴルフの世界から入るのもご一興かと存じます。で、まあ、ヨーロッパの列強各国に相手に商売をしていたと。そうなんですね。そうなんですね。でね、その時に言われたセリフだったかな、この男は高畑誠一さんですよ、高畑誠一を指して、カイゼルを商売人にしたような人間だ、カイゼルっていうのはドイツの皇帝のことですね。カイゼルが商売人になったようなタイプの人間だと言わしめたぐらい、でね、これは半分は褒め言葉、半分はずる賢いって言うんです。ああ、そういうことですか、非常に狡猾だっていうことね。というのはね、ちょっと長くなりますけど、なるべく短くなるように言いますけど、カイゼル、ドイツの皇帝ね、当時ウィルヘルムですけど、はい、この人はね、大変ずる賢い、遠行近行、信療遠謀じゃないけども、ありとあらゆる陰謀をね、張り巡らしまくることでね、非常に有名な人だったんです。日露戦争はドイツが仕組んだっていうね、有名な話があるんですよ。まあ都市伝説よりはかなり信憑性は高いと思いますけどね、これはね、どういう話かというと、1870年にドイツは普仏戦争でフランスに大勝します。圧倒的なまでの干渉を収めます、そしてビスマルク最小の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども、実は恐怖感があったんです。いつフランスに復讐されるか、ね、やっぱりかつてナポレオンの、ね、旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだから、その陸軍強国としてのフランスに復讐される恐れがある。でしかもその時フランスはロシアとロフツ同盟という同盟を結んでたんですよ。だからドイツは地理的に東のロシアと西のフランスに挟み撃ちに将来されてしまうんじゃないかっていう、実は恐怖感が潜在的にものすごかった。それを取り除くためにどうしたか、全力でそれを避けるためにロシアの興味をヨーロッパからそらす、なんとしてもせめてフランスがこうね、復讐戦を挑んでくるとしても、ドイツが単体で一対一で向かい合えるように高校の憂いを立つために、ロシアの注意をヨーロッパからアジアに向けさせるために、そこでウィルヘムが何を唱えたか、いわゆる王家論、効果論ってやつですよ。黄色い災いの、ね、議論の論と書いて効果論、王家論、黄色人種が、まあ、ありていに言えば日本を指してるんですよ、明治維新に成功し日清戦争に勝った日本がぐい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 勢いを増してきた、このまま野放しにしておいては我々白人のね、ヨーロッパ列強の白人の文明が脅かされてしまうぞ、おい大丈夫かって、その時にじゃあ一番近いところにいる我々ヨーロッパの文明の代表は誰ですか、ロシアさん、あんたでしょ、あんたが行かなきゃどうするのみたいにしてけしかけたわけ、ね、でなんだかんだ言ったってあいつらで、もう野蛮な、まだまだそんなもうひよっこみたいなやつらだから、ちょっと軍事力が強まったからって言って、我々の前では外周一色でしょ、ね、ロシアのツァーリよと、アレクサンドルよと、あなた、ね、ニコライよ、あなた行きなさいよ、あなたがちょっと手を、ね、指一本動かしたら満州も朝鮮も思いのままじゃないのと言って、ひたすらアジアに野望を向けさせるように、向けさせるように、いわばけしかけたわけですよ。自分の手は汚さない、その通りです、その通りです、ね、でもうそのまま、でところがドイツのさらに狡猾なところは、はい、じゃあロシアがそのままアジアに行って、それ相手はアジア太平洋で利権を確保するときに日本帝国しかなくなった。かくして日英同盟は結ばれ、日露開戦となり、ロシアの皇后の憂いを考えることなく、ドイツはヨーロッパで自分の攻撃を追求することに成功したその結果が、はい、その果てにあるのが第一次世界大戦なんですよ。ね。でしかもこの時に日清戦争のね勝利の後に、はい、両党半島ね、割譲されたはずの両党半島は清国に返せって言って三国干渉してきた。その時の国はどこでしたか？ロシアとフランスとドイツだったでしょ？ね。もううまいとこうまいとこ立ち回って要所要所で上前だけ跳ねていこうとしてたのがカイゼルのドイツ帝国だったんです。日本人はちゃんとそれ忘れてなかった。だから第一次世界大戦の時、日本日とかもう敵国同士ですから、要するに西へ同盟の良しに回って連合国側で参戦してるでしょ。ほんでてめえこの野郎っていうのがこの時に、まあすみませんね、だいぶ回りくどくなりましたが、ね、回り道しましたけども、高畑誠一が
もう八面六臂の大活躍してた頃の、うん、このヨーロッパの商船であったわけですよ。で彼はどんな商売してたかって言ったら、はい、例えば巨大なね商船チャーターするとそうでしょ。そしたら売りさばく品満パンパンに入れて持ってきますよね、はい、A 地点から B 地点に、うんうん、でそれまでの人ってね大体 B 地点で物全部売りさばくしてドッと吐き出しちゃったら手ぶらで帰ってきちゃうんですよ、うん、ね空にして、はい、でまた A 地点戻って空船の状態で A 地点戻ってほんでそこでじゃあまた新しい物資入れてじゃあ今度、ね、B 行こうまた行こうかっていうようなそういうピストンのそれは無駄だろうと、はい無駄うん、だから一回もう荷物満載要するに品を満載にして A 地点出て B 地点行って B で売り下げましたそしたらもう B の時点で次に売るもの全部もう探してきちゃう例えば C 地点とか G 地点とか、はい、かき集めてきてね行って行きと同じ満載の状態で今度例えば C に行くとか D に行くとかって売り下げ、ね、でさらにすごいのは E 地点まで行ったところで今度はそれまで運んできた船ごと売っちゃうってことやったとんでもない人でしょ、これね一船売りというような言い方するらしいんですけど食料の注文とかなんとかいわゆる消え物ってあるでしょ、はあ、ありますね、うん、そういうもので全部荷をさばいてしまったらね最終的にその取ってきた契約の全部片付きましたよって言った時に船開きますよね、うんうんはい、でその船がたまたまその、鈴木商店で全部そのさばいて要するに処分しちゃっていいもんだったらねこれいろいろ計算した時これ使われなこの船もういらねえなってじゃあこの船ごと例えば船会社売っちゃおうとか例えばそんな感じうん、24時間戦いますかって CM がありましたけど、はいありましたね、24時間戦いすぎという趣味だったんですよこの人はすごいですね売買に行くってことですよ ね、うん、ですからね、さっきのね、はい、カイゼルを商売人にしたような人間だ、うん、ドイツの皇帝のカイゼルが商売人になったような人間だ抜け目がなさすぎるとちなみにこのコメントを言った人が当時イギリスの海軍の長官だったチャーチルです後の首相になるね、そんな政治家に言わしめるぐらいの偉い仕事ぶりだったってことですよ。うん、そうですね。まあだからね、もちろん詳細も長けてたし、まあ都市伝説よりはかなり信憑性は高いと思いますけどね。うん、これはねどういう話かというと、はい、1870年にドイツは仏戦争でフランスに大勝します。圧倒的なまでの干渉を収めます。うん、そしてビスマルク宰相の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども実は恐怖感があったんですいつフランスに復讐されるかねやっぱりかつてナポレオンの、ね旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだからその陸軍強国としてのフランスに復讐される恐れがあるでしかもその時フランスはロシアとロフツ同盟という同盟を結んでたんですよだからドイツは地理的に東のロシアと西のフランスに挟み撃ちに将来されてしまうんじゃないかっていう実は恐怖感が潜在的にものすごかったそれを取り除くためにどうしたか全力でそれを避けるためにロシアの興味をヨーロッパからそらす何としてもせめてフランスがこうね復讐戦を挑んでくるとしてもドイツが単体で一対一で向かい合えるように高校の憂いを断つためにロシアの注意をヨーロッパからアジアに向けさせるためあアジアそこでウィルヘムが何を唱えたかいわゆる桜花論、効果論ってやつですよ黄色い災いの、ね、議論の論と書いて効果論、桜花論黄色人種が、ありていに言えば日本を指してるんですよ、明治維新に成功し日清戦争に勝った日本がぐい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 勢いを増してきたこのまま野放しにしておいては我々白人の、ねヨーロッパ列強の白人の文明が脅かされてしまうぞ。おい大丈夫かって、うん、その時にじゃあ一番近いところにいる我々ヨーロッパの文明の代表は誰ですかロシアさんあんたでしょあんたが行かなきゃどうするのみたいにしてけしかけたわけ、ねでなんだかんだ言ったってあいつらで、はい、もう野蛮なまだまだそんなもうひよっこみたいなやつらだからちょっと軍事力が強まったからって言って我々の前では外周一色でしょねロシアのツァーリよとアレクサンドルよとあなたねニコライよあなた行きなさいよあなたがちょっと手を、ね、指一本動かしたら満州も朝鮮も思いのままじゃないのと言ってひたすらアジアに野望を向けさせるように向けさせるようにいわばけしかけたわけですよ、自分の手は汚さないその通りですその通りです、ね、でもうそのままでところがドイツのさらに狡猾なところは、はい、じゃあロシアがそのままアジアに行ってアジアで利権を散々踏んねもう思うがままにうまい汁を吸うそしたらロシアがただただ声太るだけだということはそんなことをさせないためにもロシアの頭を叩いておく必要がある、うん、そのために対抗馬としてあこれが適当なんじゃないかって目つけたのが日本帝国だったんですよ勃興著しいねところが日本一国だけではロシアと対面で直接こう胸を張り合って対決するにはちょっとやっぱり貫禄も役者も不足しているともちろんありきりで軍事力がねだからその背景を補ういわば言葉悪いけどパトロン的な存在としてパートナーが必要だろうじゃあその役を誰に振るかドイツは見回した時にじゃあこれイギリスに振ろうとしたわけですよイギリスに振ってしまえばいいね
だからね、じゃあ日英同盟だけどドイツが頼んでイギリスが結んでくれるわけはないし、イギリスの方からね、いわば格上の、まあ、彼らが考えてる格上ですよ、格上のイギリスがの方から日本に、おい俺と組ま、要所要所で上前だけ跳ねていこうとしてたのがカイゼルのドイツ帝国だったんです。日本人はちゃんとそれ忘れてなかった。だから第一次世界大戦の時、日本、日ロはもうあの敵国同士ですから、要するに日英同盟の良しも回って連合国側で参戦してるでしょ。ほんでてめえこの野郎っていうのがこの時に、まあまあすみませんね、あの周りだいぶ回りくどくなりましたが、ね、回り道しましたけども、高畑誠一がもう八面六臂の大活躍してた頃の、うん、そのこのヨーロッパの商船であったわけですよ。で彼はどんな商売してたかって言ったら、はい、例えば巨大なね、あの商船チャーターするとそうでしょ、そしたらあの売りさばく品満パンパンに入れて持ってきますよね、はい、A 地点から B 地点に、うんうん、でそれまでの人ってね、大体 B 地点で物全部売りさばくしてドッと吐き出しちゃったら手ぶらで帰ってきちゃうんですよ、うん、ね、空にして、はい、でまた A 地点戻って、空船の状態で A 地点戻って、ほんでそこでじゃあまた新しい物資入れて、じゃあ今度、ね、あの B 行こう、また行こうかっていうような、そういうピストンの、それは無駄だろうと、はい、無駄、うん、だから一回もう荷物満載、要するにあの品を満載にして A 地点出て B 地点行って B で売りさばきました、そしたらもう B の時点で次に売るもの全部もう探してきちゃう、例えば C 地点とか G 地点とか、はい、かき集めてきてね、行って、あの行きと同じ満載の状態で今度例えば C に行くとか D に行くとかって売りさばく、ね、でさらにすごいのは E 地点まで行ったところで今度はそのそれまで運んできた船ごと売っちゃうってことやったの。とんでもない人でしょ、これね、一船売りというような言い方するらしいんですけど、食料の注文とかなんとか、いわゆる消え物ってあるでしょ、はあ、ありますね、うん、そういうもので全部荷をさばいてしまったらね、最終的にそのあの取ってきた契約の全部片付きましたよって言った時に船開きますよね、うんうんうん、はい、でその船がたまたまその、鈴木商店で全部そのさばいて、要するに処分しちゃっていいもんだったらね、これいろいろ計算した時、これ使われえな、この船もういらねえなって、じゃあこの船ごと例えば船会社売っちゃおうとか、例えばそんな感じ、うん、24時間戦えますかって CM がありましたけど、はい、ありましたね、24時間戦いすぎという人だったんですよ、この人は。すごいですね、売買に行くってことですよ ね、 ね、うん、ですからね、まあ、そのさっきのね、はい、カイゼルを商売人にしたような人間だ、ドイツの皇帝のカイゼルが商売人になったような人間だ、抜け目がなさすぎると。ちなみにこのコメントを言った人が当時イギリスの海軍の長官だったチャーチルです、後の首相になる、ね、そんな政治家に言わしめるぐらいの、うん、えらい仕事ぶりだったってことですよ。うん、そうですね。まあだからね、そのもちろん詳細も長けてたし、まあ都市伝説よりはかなり信憑性はあの高いと思いますけどね。うん、これはねどういう話かというと、はい、1870年にドイツは普仏戦争でフランスに大勝します。圧倒的なまでの干渉を収めます、うん。そしてビスマルク最小の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども、実は恐怖感があったんです。いつフランスに復讐されるか、ね、やっぱりかつてナポレオンの、ね、あの旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだから、その陸軍強国としてのフランスに復讐一面もあるんですね。あるんですね、そうなんですね、ということでね、はい、ご興味を持っていただくにはゴルフの世界から入るのもご一興かと存じます。で、まあ、ヨーロッパの列強各国に相手に商売をしていたと。そうなんですね。そうなんですね。でね、その時に言われたセリフだったかな、この男は高畑誠一さんですよ、高畑誠一を指して、うん、カイゼルを商売人にしたような人間だ、うん、カイゼルっていうのはドイツの皇帝のことですね。カイゼルが商売人になったようなタイプの人間だと言わしめたぐらい、でね、これは半分は褒め言葉、うん、半分はずる賢いって言うんです。ああ、そういうことですか、うん、非常に狡猾だっていうことね。というのはね、あのちょっと長くなりますけど、なるべく短くなるように言いますけど、カイゼル、ドイツの皇帝ね、当時ウィルヘルムですけど、はい、この人はね、大変ずる賢い、遠行近行、信領遠謀じゃないけども、ありとあらゆる陰謀をね張り巡らしまくることでね、非常に有名な人だったんです。日露戦争はドイツが仕組んだっていうね、有名な話があるんですよ。まあ都市伝説よりはかなり信憑性はあの高いと思いますけどね、うん、これはねどういう話かというと、はい、1870年にドイツは普仏戦争でフランスに大勝します。圧倒的なまでの干渉を収めます、うん、そしてビスマルク最小の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども、実は恐怖感があったんです。いつフランスに復讐されるか、ね、やっぱりかつてナポレオンの、ね、あの旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだから、その陸軍強国としてのフランスに復讐される恐れがある。でしかもその時フランスはロシアとロフツ同盟という同盟を結んでたんですよ。だからドイツは地理的に
東のロシアと西のフランスに挟み撃ちに将来されてしまうんじゃないかっていう実は恐怖感が潜在的にものすごかった、うん、それを取り除くためにどうしたか、全力でそれを避けるためにロシアの興味をヨーロッパからそらす、なんとしてもせめてフランスがこうね復讐戦を挑んでくるとしても、ドイツが単体で一対一で向かい合えるように高校の憂いを立つためにロシアの注意をヨーロッパからアジアに向けさせるために、あアジア、そこでウィルヘムが何を唱えたか、いわゆる桜花論、効果論ってやつですよ。黄色い災いの、ね、あの議論の論と書いて効果論、桜花論、黄色人種が、まあまあ、ありていには日本を指してるんですよ、明治維新に成功し日清戦争に勝った日本がぐい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 勢いを増してきた、このまま野放しにしておいては我々白人のね、ヨーロッパ列強の白人の文明が脅かされてしまうぞ、おい大丈夫か、うん、その時にじゃあ一番近いところにいる我々ヨーロッパの文明の代表は誰ですか、ロシアさん、あんたでしょ、あんたが行かなきゃどうするのみたいにしてけしかけたわけ、ね、でなんだかんだ言ったってあいつらで、ね、もう野蛮な、まだまだそんなもうひよっこみたいなやつらだから、ちょっと軍事力が強まったからって言って我々の前では外周一色でしょ、ね、ロシアのツァーリよと、アレクサンドルよと、あなた、ね、ニコライよ、あなた行きなさいよ、あなたがちょっと手を、ね、指一本動かしたら満州も朝鮮も思いのままじゃないのと言って、ひたすらアジアに野望を向けさせるように向けさせるように、いわばけしかけたわけですよ。は例えばそんな感じ、うん、24時間戦えますかって CM がありましたけど、はい、ありましたね、24時間戦いすぎという人物だったんですよ、この人は。すごいですね、売買に行くってことですよ ね、 ね、うん、ですからね、まあ、そのさっきのね、はい、カイゼルを商売人にしたような人間だ、ドイツの皇帝のカイゼルが商売人になったような人間だ、抜け目がなさすぎると。ちなみにこのコメントを言った人が当時イギリスの海軍の長官だったチャーチルです、後の首相になる、ね、そんな政治家に言わしめるぐらいの偉い仕事ぶりだったってことですよ。うん、そうですね、うん、まあ、だからね、そのもちろん詳細も長けてたし、まあ、都市伝説よりはかなり信憑性は高いと思いますけどね、うん、これはねどういう話かというと、はい、1870年にドイツは普仏戦争でフランスに大勝します、圧倒的なまでの干渉を収めます、うん、そしてビスマルク宰相の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども、実は恐怖感があったんです、いつフランスに復讐されるか、ね、やっぱりかつてナポレオンの、ね、旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだから、その陸軍強国としてのフランスに復讐される恐れがある。でしかもその時フランスはロシアとロフツ同盟という同盟を結んでたんですよ。だからドイツは地理的に東のロシアと西のフランスに挟み撃ちに将来されてしまうんじゃないかっていう実は恐怖感が潜在的にものすごかった、それを取り除くためにどうしたか、全力でそれを避けるためにロシアの興味をヨーロッパからそらす、なんとしてもせめてフランスがこうね復讐戦を挑んでくるとしても、ドイツが単体で一対一で向かい合えるように高校の憂いを立つためにロシアの注意をヨーロッパからアジアに向けさせるために、あアジア、そこでウィルヘムが何を唱えたか、いわゆる桜花論、効果論ってやつですよ。黄色い災いの、ね、議論の論と書いて効果論、桜花論、黄色人種が、まあまあ、ありていには日本を指してるんですよ、明治維新に成功し日清戦争に勝った日本がぐい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 勢いを増してきた、このまま野放しにしておいては我々白人の、ね、ヨーロッパ列強の白人の文明が脅かされてしまうぞ、おい大丈夫か、うん、その時にじゃあ一番近いところにいる我々ヨーロッパの文明の代表は誰ですか、ロシアさん、あんたでしょ、あんたが行かなきゃどうするのみたいにしてけしかけたわけ、ね、でなんだかんだ言ったってあいつらで、はい、もう野蛮な、まだまだそんなもうひよっこみたいなやつらだから、ちょっと軍事力が強まったからって言って我々の前では外周一色でしょ、ね、ロシアのツァーリよと、アレクサンドルよと、あなた、ね、ニコライよ、あなた行きなさいよ、あなたがちょっと手を、ね、指一本動かしたら満州も朝鮮も思いのままじゃないのと言って、ひたすらアジアに野望を向けさせるように向けさせるように、いわばけしかけたわけですよ、自分の手は汚さない、その通りです、その通りです、ね、でもうそのままで、ところがドイツのさらに狡猾なところは、はい、じゃあロシアがそのままアジアに行ってアジアで利権を散々、ね、もう思うがままにうまい汁を吸う、そしたらロシアがただただ声太るだけだということは、そんなことをさせないためにもロシアの頭を叩いておく必要がある、うん、そのために対抗馬として、あこれが適当なんじゃないかって目つけたのが日本帝国だったんですよ、勃興著しいね。ところが日本一国だけでは、投機的とかギャンブラー的な側面ってことは、当然大きく当たれば大きく外すこともあるわけですね。それがまあ一番裏目に出てしまったのが昭和2年に始まったその昭和恐慌、これで鈴木商店というのも経営破綻してしまって、まあ元も子もなくなるという手前で、高畑誠一はでも資源のない日本がね、互角に渡り合うためにはやっぱり工業と貿易の発展、これ欠かせるわけにはいかんだろうと、日本にも海外諸国にもメリットあるんだからといって、日商というね、まあ、だから後の日商祝いですよの母体となる日商というのを設立して、不屈の投資で働き戦い続けたザ・ネバー・ギブ・アップ・マンということですよね。
でちなみにですね、まあ、要はですけど、その第一次世界大戦中の、ね、頃にゴルフを始めてて、でプレイヤーとしてだけでなくですね、はい、ヘッドカバーを考案したり、ルールブックを初めて日本語に翻訳して日本国内で出版するなどして、日本国内でのね、その文化としてのゴルフの普及にめちゃくちゃ貢献したんです、はい、ああそうなんですか。なのでね、私はゴルフ一切やりませんけど、はい、ゴルフの世界、ゴルフ好きの人たちの間では日本ゴルフ界の恩人とか、あるいは日本ゴルフ界の父なんていうような言われ方もしてるのが、この隠れた高畑誠一の、そういった一面もあるんですね。あるんですね、そうなんですね。ということでね、はい、ご興味を持っていただくにはゴルフの世界から入るのもご一興かと存じます。で、まあ、ヨーロッパの列強各国に相手に商売をしていたと。そうなんですね。そうなんですね。でね、その時に言われたセリフだったかな、この男は高畑誠一さんですよ、高畑誠一を指して、うん、カイゼルを商売人にしたような人間だ、うん、カイゼルっていうのはドイツの皇帝のことですね。カイゼルが商売人になったようなタイプの人間だと言わしめたぐらい、でね、これは半分は褒め言葉、うん、半分はずる賢いって言うんです。ああ、そういうことですか、うん、非常に狡猾だっていうことね。というのはね、ちょっと長くなりますけど、なるべく短くなるように言いますけど、カイゼル、ドイツの皇帝ね、当時ウィルヘルムですけど、はい、この人はね、大変ずる賢い、遠行近行、信療遠謀じゃないけども、ありとあらゆる陰謀をね、張り巡らしまくることでね、非常に有名な人だったんです。日露戦争はドイツが仕組んだっていうね、有名な話があるんですよ。まあ都市伝説よりはかなり信憑性は高いと思いますけどね、うん、これはね、どういう話かというと、はい、1870年にドイツは普仏戦争でフランスに大勝します。圧倒的なまでの干渉を収めます、うん、そしてビスマルク宰相の指導のもと、ドイツ帝国がそれまでプロイセンとかいろいろ連邦に分かれてたのがドイツ帝国として成立するなったんですよね。ヨーロッパ随一の強国として躍り出たのはいいんだけれども、実は恐怖感があったんです。いつフランスに復讐されるか、うん、ね、やっぱりかつてナポレオンの、ね、旗のもとにヨーロッパを全部席巻したわけだから、その陸軍強国としてのフランスに復讐される恐れがある。でしかもその時フランスはロシアとロフツ同盟という同盟を結んでたんですよ。だからドイツは地理的に東のロシアと西のフランスに挟み撃ちに将来されてしまうんじゃないかっていう、実は恐怖感が潜在的にものすごかった、ね、ニコライよ、あなた行きなさいよ、あなたがちょっと手を指一本動かしたら満州も朝鮮も思いのままじゃないのと言って、ひたすらアジアに野望を向けさせるように、いわばけしかけたわけですよ。自分の手は汚さない。その通りです、ね、でもうそのまま、ところがドイツのさらに狡猾なところは、はい、じゃあロシアがそのままアジアに行って、アジアで利権を散々踏んね、もう思うがままにうまい汁を吸う、そしたらロシアがただただ声太るだけだということは、そんなことをさせないためにもロシアの頭を叩いておく必要がある、うん、そのために対抗馬として、あ、これが適当なんじゃないかって目つけたのが日本帝国だったんですよ。勃興著しいね。ところが日本一国だけではロシアと問い面で直接こう胸を張り合って対決するにはちょっとやっぱり貫禄も役者も不足していると。もちろんありきりで軍事力がね、だからその背景を補う、いわば言葉は悪いけどパトロン的な存在としてパートナーが必要だろう。じゃあその役を誰に振るか、ドイツは見回した時に、じゃあこれイギリスに振ろうとしたわけですよ。イギリスに振ってしまえばいいね。だからね、じゃあ日英同盟だけど、ドイツが頼んでイギリスが結んでくれるわけはないし、イギリスの方からね、いわば格上の、まあ、彼らが考えてる格上ですよ、格上のイギリスがの方から日本に、おい俺と組まねえかって言うわけはない、うん、ね。じゃあ日英同盟を結ばざるを得ないように持っていくためにはどうするか。イギリスだって7つの海に日が沈まない、ね、世界帝国なわけですから、アジア太平洋にも権益をいっぱい持ってるわけです、うん、それを確保するためにイギリスは最初同盟を結ぼうとしてたのは実はアメリカだったんですね。だからじゃあこの結果出てくる結論は、ドイツは中米ドイツ大使館の人間スタッフにアメリカとイギリスの間を極力割くように指令を出したんです。その結果イギリスとアメリカの同盟は分散無償して、イギリスが手を結べる相手はアジア太平洋で利権を確保するときに日本帝国しかなくなった。かくして日英同盟は結ばれ、日露開戦となり、ロシアの高校の憂いを考えることなく、ドイツはヨーロッパで自分の攻撃を追求することに成功した、ね。その結果が、はい、その果てにあるのが第一次世界大戦なんですよね。でしかもこの時に日清戦争の、ね、勝利の後に、はい、両党半島ね、割譲されたはずの両党半島は清国に返せって言って三国干渉してきた。その時の国はどこでしたか。ロシアとフランスとドイツだったでしょね。もううまいとこうまいとこ立ち回って要所要所で上前だけ跳ねていこうとしてたのがカイゼルのドイツ帝国だったんです。日本人はちゃんとそれ忘れてなかった。だから第一次世界大戦の時、日本日とかはもう敵国同士ですから、要するに西へ同盟の良しも回って連合国側で参戦してるでしょ。ほんでてめえこの野郎っていうのがこの時に、まあすみませんね、だいぶ回りくどくなりましたが、ね、回り道しましたけども、高畑誠一が
もう八面六臂の大活躍してた頃の、うん、そのこのヨーロッパの商船であったわけですよ。で彼はどんな商売してたかって言ったら、はい、例えば巨大なね、あの商船チャーターするとそうでしょ、うん、そしたらあの売りさばく品満パンパンに入れて持ってきますよね、はい、A 地点から B 地点に、うんうん、でそれまでの人ってね、大体 B 地点で物全部売りさばくしてドッと吐き出しちゃったら手ぶらで帰ってきちゃうんですよ、うん、ね、空にして、はい、で